島津義久。島津義久は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。薩摩国の守護大名、戦国大名、島津氏、第16代当主。島津氏の家督を継ぎ、薩摩、大隅、日向の三州を制圧する。その後も、耳川の戦いにおいて、九州最大の戦国大名であった。 文後国の大友氏に対象し、また沖田長手の戦いでは、九州西部に強大な勢力を誇りた、非全国の竜造寺氏を打ち破った。吉久は優秀な三人の弟、島津義弘、敏久、家久と共に、盛況な家臣団を率いて、九州統一を目指し躍進し、一時は、畜前、文後の一部を除く九州の大半を支中に収め、 島津市の最大半島を築いた。しかし、豊臣秀吉の九州征伐を受け降伏し、本領である薩摩、大隅に過国と、日向諸上が他軍を安堵される。豊臣政権、関ヶ原の戦い、徳川政権を生き抜き、隠居後も家中に強い政治力を持ち続けた。天文2年、1533年2月9日、第15代当主、島津隆久の着難として、 伊作城に生まれ、幼名は、虎島ると名付けられた。幼少の頃は、おとなしい性格だった。しかし、祖父の島津忠義は、義久は、三州、薩摩、大隅、日向の総大将たるの在徳自ら備わり、義弘は、大無英略をもって結出し、年久は、四終の利害を察するの、年光並びなく、家久は、 軍法戦術に妙を得たりと兄弟の個性を見抜いた評価を下しており、吉久に期待していた。厳伏した直後は、祖父と同じ忠義を意味なとし、通称は、また三郎と名乗った。後に、第13代将軍、足利義輝からの返記、義の一時を受け、義立つ、後に義久と改名している。以下、本記事中では全て、義久と記す。 天文23年、1554年、島津市と賀茂市、ケドウィン市、イリキン市、ヒシ市などの薩摩、大隅国州の間で起きた、岩釣り城攻めで唯人を果たす。以後、国州との戦いに従事しており、工事3年、1557年には、賀茂市が降伏し、六十2年、1569年に、大口から、相柄市と菱シカ市を駆逐すると、 翌元気元年、1570年には、東郷市、イリーキン市が、皇薩摩統一がなった。この薩摩統一の途上であった、永禄9年、1566年、義久は、父の隠居により、家督を相続し、島津屋第16代当主となっている。島津氏は、薩摩の統一がなる前より、殺遇彦が接する幼少であるマサキの帰属を、めぐって、 日向国の伊藤義介と対峙していた。元気三年、1572年5月、伊藤義介の重臣、伊藤雄康、加賀守る総大将、伊藤助信、新次郎、伊藤又次郎、伊藤雄亜を、修理助らを大将にした3000人の軍勢が、島津領への侵攻を開始し、伊野の城にいた、吉久の弟、島津義弘が迎え撃った。 吉弘は三百人を率いて出撃し、木崎丸にて副兵などを駆使して、伊藤軍を壊滅させた。吉弘が先陣を切って戦い、伊藤祐康、伊藤助信、伊藤又次郎など大将格五人をはじめ、名のある武者だけで百六十四人、主級は五百余もあったという。この合戦は、山目勢が大勢を撃破したものである、木崎丸の戦い。また、これと、 並行して、大隅国の統一も展開しており、天正元年、1573年に、ねじめしを、翌年には、肝付氏と伊持地氏を基準させて、大隅統一も果たしている。最後に残った日向国に関しては天正四年、1576年、伊藤氏の高原城を攻略、それをきっかけに、総四十八条を誇った伊藤方の市場主は、次々と離反し、伊藤氏は、 衰退をする。こうして、伊藤義介は、文語国の大友総林を頼って亡命し、三州統一が達成された。伊藤義介が亡命したことにより、大友総林が、天正六年、1578年10月、大軍を率いて、日向国に侵攻してきた。総林は、勤ト氏が、延岡市武士課に泊まり、田原商人が総大将となり、滝田鎮州。 再起終点ら四万三千を率いて戦いの指揮を取ることになった。島津軍は山田有信を高木に後方の佐渡原に末程へ島津家久を置いていたが、大友軍が日向国に侵攻すると家久らも高城に入城し、城兵は三千四人となった。大友軍は高木を囲み、両軍による一進一退の攻防が続いた。11月、 義久は2万4人の軍勢を率いて出陣し、佐渡原に着陣した。島津軍は大友軍に奇襲をかけて成功し、高城川を挟んで、大友軍の対岸の根城坂に着陣した。大友軍は総林がいないこともあり、団結力に欠けていた。大友軍の滝田鎮州が無断で、島津軍を攻撃し、これに再奇襲点が続いた。無秩序に攻めてくる。 大友軍を相手に吉久は、釣りの瀬せりせという戦法を使い、川を越えて追撃してきた大友軍に副兵を、次々と繰り出して壊滅させた。島塚田は、滝田鎮州や佐伯州天をはじめ、吉弘重信や斉藤重曽軍師の住熊石州などをもだった武将を、はじめに千から三千の支給をあげた、耳川の戦い。この大友氏の敗退に伴い、 宗林が守護を務める被護国から、縄氏と上司が、島津氏に吉見を通じてくる。天正八年、1580年、島津氏と織田信長との間で交渉が開始される。これは信長が、毛利氏攻撃に大友氏を参戦させるため、大友氏と敵対している島津氏を和睦させようという、ものであった。この交渉には、朝廷のこの江崎久が加わっている。 最終的に吉久は信長を上様と認めて、大友氏との和睦を受諾し、天正十年、1582年後半の毛利攻めに参陣する計画を立てていたが、本能寺の変で、信長が倒れたことにより実現はしなかった。天正九年、1581年には、熊野相良氏が降伏、これを基準させている。耳川の戦いで、 大友氏が衰退すると、非全国の竜蔵寺鷹信が台頭してきた。竜蔵寺鷹信の圧迫に耐えかねた、有馬春信が八代にいた、吉弘、家久に援軍を要請してきた。それに応えた、島津軍は、天正十年、1582年、竜蔵寺方の千事和城を攻め落として300人を、討ち取った。これを機に、春信は人質を差し出し、島津市に服属した。 翌年、有馬氏の親戚である安徳城主、安徳淳都市が劉造寺氏に背いた。島津軍は八代に待機していた新色忠し行、川上忠健ら千四人が援軍として安徳城に入り、深江城を攻撃した。天正十二年、1584年、吉久は家久を総大将として島原に派遣し、自らは日後国の水俣まで出陣した。 イエシサは三千人を率いて、島原湾を都会し、安徳城に入った。有馬勢と合わせて五千余りで、竜造寺軍二万五千、一節には六万という圧倒的兵力に立ち向かうことになった。イエシサは、沖田縄手と呼ばれる、湿地帯にて、竜造寺高信を、はじめ、一門、重臣など三千四人を打ち取り勝利した、沖田縄手の戦い。ほどなくして、寺氏は、 島津市の軍門に降ることとなった。天正十二年、1584年、竜像実氏が、島津市の軍門に降り、肥後国の熊部近名が、親逮捕し、地区全国の秋月とネザネらが、次々と島津市に、服属や和睦していった。天正十三年、1585年、吉弘を総大将とした、島津軍が、肥後国の阿蘇こレミツを下した、阿蘇合戦。 これにより、被護国を完全に平定し、義弘を、被護守護代として、支配を委ねた。この危機に、大友総林は、豊臣秀吉に助けを求め、義久のもとに、秀吉からこれ以上九州での戦争を禁じる書状が届けられた、総武事例。島津屋中でも論議を重ねたが、義久はこれを無視し、大友氏の所領の畜前国の攻撃を命じた。天正十四年。 1586年7月、吉久は、八代に本人を置いて筑前攻めの指揮を取った。筑前へ、島津忠長、伊集院忠宗を大将とした二万三世が、大友方の筑後国の畜子広角を攻めた。島津軍の攻撃を受け、広角は、秋月種種の仲介により会場主軍門に降った。これを見て、筑後の原田信種、星野鎮守、そう、野益吉ら、 比前の竜造寺聖家の三千余木、文後の白糸小綱と長野忠冬の三千余木など、大名、国衆が参陣した。これにより、筑前、筑後で残るは、高橋昌雲の守る岩屋城、立花宗重の守る立花城、高橋宗松の守る宝満山城のみであった。七月、島津忠長、伊集院忠宗を大将とした三万余が岩屋城を落とした。 岩屋の戦い。しかしこの戦いで島津方は、上井閣圏が負傷、死者数千の損害を出す誤算となった。直後に、宝満山城も陥落させたが、立花城は諦め、文後信仰へ方針を転換した。島津軍は撤退する際、立花宗茂の追撃を受け高取城、岩屋城、宝満山城を奪還されている。吉久は、 肥後側から義弘を大将にした3万7 0余人、日向側から家久を対象にした1万4人に、文後攻略を命じた。しかし、義弘は、死が近次が守る岡城をはじめとした直入り軍の諸城の攻略に手間取ったため、大友氏の本拠地を攻めるのは家久だけになっていた。家久は、都市光高志の守る鶴ヶ城を攻め、利光隆が戦死するも抵抗は続いた。 12月、大友軍の援軍として、戦国秀久を軍艦とした、長蘇壁元地下、長蘇壁信地下、東郷正康ら総勢6000余人の、豊臣連合軍の先発隊が九州に上陸する。伊久はこれを迎え撃つべく突撃側を挟んで、退陣した。合戦は、敵味方4000余が討ち死にした乱戦であったが、伊久は釣りの伏せりせ戦法を用い豊臣、 連合軍を圧倒した。長我壁信地東郷は里保が討ち死にし、豊臣連合軍が総崩れとなり勝利した、とつ側の戦い。この戦いの後、鶴賀城は家久に降伏した。大友吉宗は戦わずに北走して、武前との国境に近い高崎山城まで逃げたため、家久は鏡城や小岳城を落として北上し、船井城を落とした。 イエヒサは、大友総林の守る薄木城を包囲した。天正十五年、1587年、豊臣軍の戦方、豊臣秀長率いる毛利、小早川、浮田軍など総勢10万4人が、武前国に到着し、日向国経由で進軍した。続いて、豊臣秀吉率いる10万4人が小倉に上陸し、日後経由で、薩摩国を目指して進軍した。 豊臣軍の上陸を知った、文後の義弘、イエシサラは、退陣を余儀なくされ、大友軍に追撃されながら退却した。武前、文後、筑前、筑後、非前、肥後の諸大名や、国人衆は一部を除いて、次々と豊臣方に下った。秀長軍は、山田有信ら1504人がこもる高木を囲んだ。また秀長は、高城川を隔てた根白坂に陣を構え、 小めしてくる、島津軍に備えた。島津軍は、小めとして、吉弘、家久など二万四人が、宮部慶順の陣に野衆を仕掛けたが、慶順が交戦している間に、東道高虎、黒田義隆が合流する。島津軍の野衆は、失敗に終わり、島津軍が、薩摩国に撤退する。島津軍は、多くの犠牲を出し、本国へと敗走した、ね、白坂の戦い。 島津の本領に、豊臣軍が迫ると、出水城主、島津忠勝は指して交戦せずに降伏。以前から秀吉と交渉に当たっていた、伊集院忠宗も自ら、人質となり、秀長に降伏、家久も城を開城して降伏した。吉久は、鹿児島に戻り、停発して、なお留白と改めた。その後、伊集院忠宗と共に、川内の太平寺で秀吉と会見し、 正式に降伏した。吉久は降伏したものの、吉広、敏久、新色忠元、北郷時久らは、交戦を続けていた。高野山の菊用語から和議を促され、吉久は彼らに降伏を命じたが、敏久はこれに不服であり、秀吉の籠に矢を追いかけるという事件を起こしている。秀吉は、島津家の領地としてまず義久に、薩摩一国を安堵し、義広に審文として、 大隅一国、義弘の子、久保、義久には、男児がなかったため、老いの久保に三女亀樹を、主は世後継者と定めていたに、日向諸賢軍をあてがった。またこの際、伊従院忠宗,宗には秀吉から直々に、大隅の内から肝付一軍があてがわれている。島津家臣の反発は強く、伊藤助武や高橋元種といった、新領主は、島津家の家臣が立ち抜かないと、 豊臣秀長に訴え出ている。天正十六年、1588年、秀吉から義弘に、橋場の名字と豊臣の本性が与えられた。また、天正十八年、1590年、義久に、橋場の名字のみ与えられた。豊臣政権との接衝には義弘が、主に当たることになる。しかし、島付は、刀がりレにもなかなか応じず、 京都に滞在させる軍病も十分に集まらなかった。この頃京都では島津家には吉久と家臣が豊臣政権に従順ではないという噂が立ち、石田三成の家臣が吉弘に内包している。また、秀吉政権に徴用された伊集院忠宗らに対する家中の反感も高まりつあった。秀吉は朝鮮出兵を実行し、 初代名に対して出兵を命じた。しかし、島津家は、秀吉の決めた軍役を十分に達成することができなかった上、重臣の一人、梅北国県は、名古屋に向かう、途中の飛行国で反乱を起こした、梅北一揆。これらを、島津市の不服従姿勢と見て取った秀吉は、不服従者の代表として、都市級の首を要求し、吉久は都市久に自害を命じた。 また、文禄二年、1593年、朝鮮で、久保が病死したため、久保の弟、忠常に、亀樹を再化させて、後継者としている。文禄三年、1594年、吉弘は、石田三成に検知実施を要請する。検知の結果、島津市の国高は倍増したが、吉久の直轄地は、大隅国や、日向国に置かれ、吉弘に、 鹿児島周辺の使用地が当てがわれることとった。これは、秀吉政権が義弘を事実上の島付当主として扱ったためとされ、領地安土の主因状も義弘宛に出されている。当主の座を追われた義久は、大隅浜の市にある富熊城に移ったが、島付殿内の五重物は義久が引き続き保持しており、島津領内での実権は依然として義久が握っていた。 これを、両伝体制という。秀吉の死後、朝鮮の役が終わると、四川の戦い等の軍港を評価され、島月は五万国の数を受けた。しかし、家中の圧力は強まり、忠常が、伊集院忠宗を残殺する事件が起こる。吉久は、自分は知らなかったと三成に告げているが、事前に吉久の了解を得ていたという説もある。 事件後には家臣たちから忠宗の子、伊集院忠実と連絡を取らないという起請文を取っている。将来の乱。慶長5年、1600年、関ヶ原の戦いにおいては、京都にいた義弘は西軍に加担することになる。この間、義弘は国元に援軍を要請するが、義久も忠常も動かなかった。戦後、西軍への加担は義弘が行ったもので。 義久は預かり知らぬことであったとして、講和交渉を開始する。家康に謝罪するため、忠常が上洛しようとするが、義久は、上洛は忠高にかけた、行いと反対している。忠常は、義久や義久の家臣の反対を振り切って上洛した。義久は、忠常の上洛を追認し、病のために上洛できないため、代わりに、忠常が上洛すると書状を送っている。 結果的に、島津家は、海域を免れ、本領安土の沙汰学だった。徳川家康による、領土安土後の慶長7年、1602年、五十物と当主の座を正式に、島津忠常に譲り渡して隠居したが、以後も江戸幕府と都度都度書状をやり取りするなど絶大な権威を持ち、死ぬまで家中に発言力を保持していた。この頃の体制を指して、 三連体制と呼ぶ。慶長九年、1604年には、大隅の国部に、国部城、舞鶴城を築き、移り住んだ。しかし、娘、亀樹と忠恒の不仲などから関係は、次第に悪化したと言われる。忠恒、亀樹夫妻の間には一人も子がなかったことから、外孫の島津久信を忠恒の次の後継者に、据えようとしたが失敗したとレール。また、 吉博、忠恒親子が積極的に推進した琉球出兵にも反対していたとされる。慶長十五年頃には、琉白様、吉久、お門美み様、吉博、中納言様、忠恒が疎遠になられ、召使う侍も味方に分かれ、世上に不穏な噂が流れていたという。慶長十六年、1611年1月21日、国武上にて病死した。 去年七十九、時世は、世の中の米と水とを組み尽くし尽くして、後は天津大空。島津氏は、これむね氏の一族、これむね忠だの子、忠久が、鎌倉時代に、ひなたく松草を、源のよりともに与えられ、室町時代に入ってから薩摩、大隅、ひなたの三カ国の守護職を歴任するようになった、一族である。 もともと、吉久の家系は文家の遺作家であったが、父高久が本家の勝久の養子となっており、吉久は本家の当主の子として生まれている。島津市政党系図など、信用性の高い資料によれば、祖父、中寮の娘、吉久のおばにあたる花春夫人を妻に迎え、死別後は種ヶ島時高の娘を御妻としたとあり、その他の性質や側質に関する記載はない。 しかし、上井閣圏日記天生11年3月13日に、御両様の記載があることや、札藩旧記雑録に所集された、慶長4年1599年頃の島付の、領地の配分について、吉久内義、吉広内義文という記載があることから、二人の性質没後に御塞が存在した可能性は、否定できない。その他、義久の側に使える、 小児重なる女性が戦災を亡くしたき、脇有効に下げ渡された。小児重は解任していたため7月目、諸家系図では6月ともの a 十2年に、男児、有効次男を生んだと。後に、男児は、肥後国八つで死去した、鮫島次郎三郎の名跡を相続して、鮫島総高隆、大倉と称したという話もある。なお、吉久は、 種ヶ島時高娘の女中であった国城寺通りの娘、和幸うに奥向きの要件を委ねていることが確認されているが、この女性が義久の形質あるいは側室であったか、どうかは現存資料からは明である。弟、義広の子である、忠常、家久を養子としたため、忠常の血統が薩摩藩主となっていくこととなるが、忠常の子、光久の外祖父。 母方の祖父は、義久の孫にあたる島津忠清。母が、娘のお平菜で、光久以降の子孫たちは、女系を介してではあるが、義久の血も引いていることになる。鹿児島市内の福勝寺跡に、歴代島津家当主らとともに、法教院等がある。他にも霧島市北部の金剛寺跡には、遺体の一部、派と伝えられるが祀られた三重関東、京都市の今熊野観音寺には、 平田蔵集、山田有枝と共に、慶長5年、1600年に建てた逆主党がある。また、高野山にも供養党がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。